今年のソムリエ一次試験について、オーソドックスな出題範囲は少なく、これまでマイナーと言われていた範囲からの出題が多いようです。本日はこの傾向にスポットを当てて、教本の中から予測した一問一答を出題していきます。答えの後に少し深掘りした部分まで解説入れていきます。解説部分が答えとして出題される可能性もあると思いますので、しっかり対策してください。それでは早速いきましょう。コニャック地方の中で最も栽培面積の大きい地区は、グランドシャンパーニュ、ファンボア、ボルドリ、プティットシャンパーニュ。ファンボア。コニャックはフランス西部のコニャック地方で作られるブドウを原料としたグレープブランデーです。ブドウ品種は主にユニブラン、フォールブランシュ、コロンバールを使用し、生産方法などにも厳しい規定があります。ファンボアは3万ヘクタールを超え栽培面積最大です。プティットシャンパーニュ、グランドシャンパーニュと続きます。またグランドシャンパーニュは石灰岩土壌の最高品質のコニャックを生みます。複雑で多彩な香味を持ち、スモーキーフレーバーも特徴の一つである。この説明に該当するウイスキーは、アイリッシュウイスキー、カナディアンウイスキー、バーボンウイスキー、スコッチウイスキー。スコッチウイスキー。初期のスコッチは荒々しく飲みにくく、アイリッシュに遠く及ばない時代が長く続きました。美味しさへの転機は1830年の連続式蒸留機の発明、グレーンの生産開始と1860年のブレンデッドが誕生したことです。ちなみに連続式蒸留機を発明したのは1826年スコットランドのロバート・スタインで、それを改良し実用化させたのが1830年アイルランド人のイーニアス・カフェです。ブドウ花房をマイナス7度以下に冷却し、凍結した果実を圧搾して糖度の高い果汁を得る方法を何というか、ミクロオキシジェナシオン、コールドマセレーション、セニエ、クリオエキストラクション。クリオエキストラクション。クリオエキストラクションはマイナス7度以下に冷凍した凍結果汁を圧搾し、糖度の高い果汁を得る方法です。アイスワインに使う果実は自然に凍結したものですが、これは人工的に行う方法で、甘口ワインに仕上げることが多いです。コールドマセレーションは徐行・破砕したブドウを発酵前にタンク内で数日間低温浸積し、その後発酵させることで旨味成分の抽出を促進させる醸造方法です。南アフリカのブドウ品種ピノタージュと関係の深い人物は、アーサー・フィリップ、ジェームズ・バズビー、ヤン・ファン・リーベック、アブラハム・ペロード。アブラハム・ペロード。1925年、ステレンボッシュ大学のアブラハム・ペロード博士が、ピノノワールと3層の交配品種、ピノタージュを誕生させ、現在は南アフリカを代表する品種となっています。3層は現地でエルミタージュと呼ばれているため、ピノノワールとエルミタージュの名前を取って名付けられました。南アフリカにおいて、シュナンブランの別名は、ハネプート、ベルデホ、パロミノ、スティーン。スティーン。シュナンブランは南アフリカではかつてスティーンと呼ばれていました。南アフリカはシュナンブランの栽培面積が世界第1位です。南アフリカにおいて最大のブドウ栽培面積を誇る地区は、パール、ステレンボッシュ、スワートランド、ダーリン。ステレンボッシュ。ステレンボッシュはケープタウンに次いで古い歴史を持つワイン産地で、ステレンボッシュ大学には国内で唯一のワイン醸造とブドウ栽培の学部があります。パールは栽培面積2位で、国内最大のワイン輸出メーカー KWV のホームタウンです。スワートランドはウェストケープ州で最大の地区で、ダーリンは冷涼な海風に恵まれる産地で、高品質なソーヴィニョンブランの先駆者的存在です。
これらの地区を含む西ケープ州は南アフリカワイン生産の9割が集中している中心地です。オーストリアで用いられる糖度の単位はブリックス、KMW、エクスレ、KMW。 2009年の EU 新ワイン法発行に伴い、地理的表示付きワインと地理的表示なしワインの2つに大別され、3つの栽培地方、その中の9つの包括的生産地域、さらにその中の18の限定生産地域に分けられています。 DAC の中でもバッハウとシュタイヤーマルクの3つの DAC は、さらにゲビーツバイン、オーツバイン、リーデンバインの3段階の格付けに分けられています。この3段階は KMW 糖度によってスマラクト、フェーダーシュピール、シュタインフェーダーに分けられます。またプレディカーツバインの中でも KMW 糖度によって6段階の格付けがされています。オーストリアで傾斜が26度を超える段丘や急斜面に植えられたブドウ木から収穫されたブドウを原料とするワインを何というか、ベルクバイン、アウスブルフ、オーストリアンゼフト、シュペートレーゼ。ベルクバイン。ベルクバインはオーストリアで伝統的に認められてきた表示で、すべてのカテゴリーで表示が可能です。アウスブルフはルスト村で作られるトロッケンベーレンアウスレーゼの特別呼称です。ブルガリアにおいてソ連時代は最も多く栽培されていた品種で、現在はワイン用ブドウ畑の約 10% で生産されている品種はルビン、パミット、マブルット、ガムザ。パミット。ブルガリアには2000を超える土着品種があります。全ブドウの栽培面積順位では1位メルロー、2位カベルネソービニョンで国際品種の栽培に成功しています。3位パミット、4位はミュスカオットネルです。ブルガリアでポピュラーな蒸留酒はラキア、レッツィーナ、ベルデア、ディビン。ラキア。ラキアは果物を発酵、蒸留させて作るアルコール度数が30から50度の強いお酒です。チェリーやプラム、アプリコット、ブドウなど様々な果物で作ることができます。カナダにおいて栽培面積最大の特定栽培地区は、レイクエリーノースショア、サウスアイランズ、ナイアガラペニンシュラ、プリンスエドワードカウンティ、ナイアガラペニンシュラ。それぞれオンタリオ州に属します。オンタリオ州は北緯41度から44度のカナダ南東部に位置するカナダ最大のブドウ栽培面積を誇る産地で、ワイナリー数は185あります。オンタリオ州のワイン生産の約 50% を占めるのがナイアガラペニンシュラです。レイクエリーノースショアは州の南西端に位置し、サウスアイランズはカナダ最南に位置するレイクエリーノンショアの一部とピーリー島を含む9つの島からなるサブアペレーションです。カナダのアイスワインの規定で樹上で凍ったブドウを収穫するときの最低外気温はマイナス7度、マイナス8度、マイナス9度、マイナス10度、マイナス8度。アイスワインの製造は生産国ごとに厳しい規定があります。ドイツでは外気温マイナス7度以下、カナダではマイナス8度以下の状況でブドウを収穫しなければアイスワインとみなされません。人気の高いアイスワイン用のブドウ品種はビダルです。厚い果皮を持ち、高い酸度とフルーツフレーバーを有し、耐寒性もあるため冷涼地でも高い糖度を得られる品種です。クロアチアにおいて全ブドウ中栽培面積最大の品種はマルバジア、グラシェビナ、プラバッツマリ、バビッチ。グラシェビナ。クロアチアは沿岸部と大陸部で気候が大きく違うため栽培されるブドウ品種も異なります。
また公式に認められている栽培品種は258種あります。グラシェビナ、マルバジア、プラバッツマリ、この3品種で全栽培面積の 50% を占めます。白ワインを炭酸水で割るクロアチアの飲み方はラキア、ゲミシュト、ディビン、ベバンダ。ゲミシュト。クロアチアでは古くからワインが作られてきましたが、そのほとんどが商業用ではなく自家消費用でした。白ワインを炭酸水で割ったゲミシュト、赤ワインを炭酸水で割ったベバンダという飲み方が広く親しまれています。スロベニアで最大のワイン生産地域はポドラビエ、プリモルスカ、ポサビエ。ポドラビエ、隣接するオーストリアやドイツの影響を受けて豊かでアロマティックな白ワインが主流です。北部ではソーヴィニョンブランの産地として名高いオーストリアのジュートシュタイヤーマルク州と隣接しています。170年もの歴史を誇るスロベニアで最古かつ最大のスパークリングワインメーカーもこの地にあります。スロベニアにおいて全ブドウ中栽培面積最大の品種はラシュキリースリング、レフォシュク、サメトフカ、マルバジア。ラシュキリースリング、1位ラシュキリースリング、2位レフォシュク、3位シャルドネです。国際品種、土着品種を含めて約50種類のビティスビニフェラ種が栽培されています。ウルグアイにタナを初めて持ち込んだ人物はクロード・ゲイ、フランシスコ・ビディエラ、パスカル・アリアゲ、フランシスコ・デ・アギーレ。パスカル・アリアゲ、パスカル・アリアゲが1874年、当時ロルダの名で呼ばれていたタナを持ち込みました。現在はタナはアリアゲの名で親しまれており、栽培面積全ブドウ中1位、全体の 27% を占めています。またウルグアイは圧倒的に赤ワインの生産が多く、栽培面積は黒ブドウ 80%、 白ワイン 20% の割合です。ウルグアイでの国産ワインの国内消費率は約 60%、 約 70%、 約 80%、 約 90%、約 90%。 ウルグアイの国内で生産されたワインのうち約 90% が国内で消費されます。国民1人当たりの年間ワイン消費量は25リットルと多いです。ちなみに世界1位はポルトガルの52リットルで、日本は3リットルです。またウルグアイの栽培面積最大のワイン産地は首都モンテビデオの北に位置するカネロネスです。日本酒作りの工程で1回の火入れで作られる日本酒の名称は原酒、生酒、生原酒、生詰酒。生詰酒、日本酒には火入れを2回する一般的な日本酒に対し、一度も火入れを行わない生酒、貯蔵前に一度だけ火入れをし低温貯蔵を経て出荷される生詰酒などがあります。焼酎作りの原圧蒸留におけるもろみの沸騰温度として適切なものは35から45度、45から55度、55から65度、65から75度、45から55度。短式蒸留には外気と同じ圧力で蒸留する一般的な蒸圧蒸留と、圧力を下げて蒸留する減圧蒸留があります。蒸圧蒸留の場合、もろみを85から95度で沸騰するため、高温で初めて生まれる香味成分を含んだ芳醇で豊かな味わいに仕上がります。一方減圧蒸留の場合、もろみを45度から55度で沸騰するため、華やかな香り成分が取り出しやすく、軽快でソフトな飲み口に仕上がります。短式蒸留機で蒸留される焼酎はアルコール度数45度以下のおつ類です。一次試験の受験回数は2回あります。
1回目の結果が残念でもまだ諦めるのは早いはずです。最後までやりきりましょう。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。